あ、なんで好きになっちゃったのかな。はい、みなさんこんにちは、フラワーティスシンです。僕はね、YouTube の他にアメーバブログも書いてるんですね。でそのアメーバブログの中で、あのギガンジウムの話題をこうしていたんですけど、そこでギガンジウムがこう大きくなるっていうね話題をしたら、よくわかんないっていう方がね多かったんですね。マッシュルームさん、マッシュルームさんの質問でもありました。それなので今日ね、それについての動画を作るよっていうことで、ギガンジウムの動画を作ります。作ってます、作ってる最中です。皆さん、ギガンジウムって何ぞやと思ってる人もいるかと思います。よくね、ネギ坊主ネギ坊主さんって言われるんですけど、まあ通称ね、いろいろ調べてみたらネギ坊主って言ってる人やっぱりいっぱいいますね。ネギ坊主だけど、ネギ坊主っていう正式名はありません。ネギ坊主って覚えちゃってかわいそうなんで、これはギガンジウムですね。これがギガンジウムです。で、これがまん丸ギガンジウムが大きくなるっていうのがどうも皆さんわからないらしいんで、それをね、このブログじゃなくて YouTube の中で解明していきます。解明というか説明していきます。まずね、このギガンジウムっていうのは、アリアム族、まあそう、アリアムなんですけど、アリアム族でニンニクとかネギの仲間なんですよね。だから切るとネギの匂いがするっていう、まあ仲間だからネギの匂いがするんです。ネギ坊主じゃありません。それでネギ坊主なんてものはありませんから。で、このアリアムが見えた、今咲いてくると大きくなるって僕が言ってるのはこうなんですよ。これ同じものなんです。これがこうやって大きく、同じお花なんですけど大きくなるんです。これで分かっていただけましたか。大きくなります。まあここで答えっていうか、これで全部なんですけど、まあ、一応ね、僕ね、ちょっとこれで終わっちゃうのは全くこうあれかなって、面白くないかなと思って、これの仲間をね、ちょっと紹介しようと思います。これね、前の動画でもやったんですけど、これをね、アリアムをこう、ただ面白くないから曲がりくねって作ってる生産者がいるんですね。それでこれが、まあ今のと同じ仲間ですね。単調アリアムっていう曲がりですね。こういうとこ曲がってますよね。これ曲げるって作っていくとこういう形になります。それでこれのちょっと上バージョン、わかりやすくちょっと大きくなったの、これがハヤトっていう、アリアムの、同じアリアムのちょっと太いバージョン。そして今日ね、珍しいの出たんですよ。これオバケ、昇竜っていう、さらに上のグレードですね。これだと1本ね、多分売りで3000とかするんですけど、あの高い時は5000とかしますけど、この昇竜がこのギガンジウム、アリアム、ギガンジウムじゃない、アリアムの中で一番大きいやつですね。大きい種類です。大、中、小ね、こういうのもあります。そしてあんまり重いから倒れそうなの、この咲く前と咲いた後、よく覚えててくださいね。これがギガンジウムが咲く前、そして咲いた後大きくなります。僕が大きくなるって言ったらこうなったってことですね。だから、まあまたブログの中でお話しするかと思います、こともあると思うんで、ちょっと覚えておいてください。これがこうなります。でまたなくなったら来年も言うと思うんで、また来年も覚えておいてください。これがこうなります。ギガンジウムです。じゃあ今日はギガンジウムの紹介でした。ではまた違うお花も、こういう紹介コーナーもやっていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time!